この裁判はおととし8月、陸上自衛隊郡山駐屯地に所属していた元隊員3人が同僚だった五ノ井里奈さんを仰向けに倒し下半身を押し付けるなど猥褻な行為をしたとして強制猥褻の罪に問われているものです。のののの第2回目の後半では、元上官の男性の証人尋問が行われ、 検察側の質問に対し性行為を思わせるような行為はやりすぎとした一方で実際に陰部同士は当たっていないように見えたと話しましたその後弁護士側の質問に移ると椅子に座っていた五ノ井さんが突然倒れました五ノ井さんは元上官の証人尋問中に倒れました